皆さん、はじめまして、こんにちは。アリーナの声の張り方。今日から YouTuber になりました。みーよんにと申します。イエーイ。というわけで、記念すべき1回目の動画は自己紹介動画にしようと思ってます。っていうのも、今後私が上げていった動画を見てくれた人が、誰やねんこのブスと思った時に、その遡ってね、この自己紹介動画を見てもらえたらいいな的な、私のヤバい女感をね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。あ、このヘラは IKEA で買ったね、可愛いヘラ。最初リュックにつけてたんだけど、今は壁に飾ってるの。というわけで早速、私のプロフィール。22歳の会社員です。で、田舎出身で、今は東京に住んでます。あとなんだろう、彼氏募集中。これ一番大事だから。特技は、右手で右耳を触る。これね。あと、あ、そう、なんで242なのか。中学の時2年4組2番だったの。その時のあだ名が242。だから242。で、一体何者なのかって話なんだけど、見ての通り、アイドルになりたかった女です。てか、もう小さい頃テレビ見ながら、あ、大きくなったらこうなるんだなーって思ってたの。けど、顔がブスでなれなかったよね。顔ちっちゃいじゃん。色白いの。細いしね。歌うまいのよ。踊れるの。面白いじゃん。だから絶対アイドルになれると思ってたんだけど、顔が残念すぎてなれなくって、今に至る。友達によく言われること。1、私服がダサい。私的にはね、年々めっちゃおしゃれになってんのよ。これ可愛いでしょ？昔からの友達はめっちゃマシになったねって言ってくれるんだけど、最近初めましての人にもダサいねって言われるから、まあ結局一緒ダサいんだろうね。あとは、顔が残念。なんかね、惜しいらしい。絶妙なブスって言われる。何かが残念。あとちょっと何かがどうにかなれば、丸く収まるっていうか、どうにかなりそうなのに、何かが惜しいらしい。そこまでブスじゃないじゃん。だよね、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 大丈夫？友達にね、もうね、ブス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 って、ちょっとブスだからって調子乗ってんじゃないよとか言われるの。とね、寝起きの顔はこんな感じ。で、調子悪い時はこんな感じ。で、めっちゃ調子いい時はこんな感じ。そうそう。まあまあじゃない？まあまあいい感じだよね。そうなの。あとは、変わってるねとか狂ってるねとか変だね、やばい女だねってよく言われるけど、それについては自覚がないので説明できません。で、このチャンネルで一体何をやっていくんだっていう話なんだけど、いろいろやっていこうとは思ってて、基本的にはなんだ、日常系。私こう見えて結構ね、めちゃくちゃ丁寧な暮らししてんの。いいお部屋でいい暮らししてるから、その様子をね、毎日、モーニングルーティンとか、ナイトルーティンとか、料理とか、それこそメイクとか、もうやりたいし、いろいろやります。やるからにはちゃんとやりたいから、頑張ります。決め顔でね、すぐ顎出んのダメらしいよ。まあ、こんな感じかな。ね、なんかやばい女感が伝わればいいなと思いまーす。今回はこの辺にしまーす。そのうち Twitter とかもやろうと思ってるから、Twitter と高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。またねー。